そんなわけでみんなのあだ名を決めたいと思う。なんだよいきなり。俺様はゼロスくん、プレシアちゃんはおちびちゃん、コレットちゃんが天使ちゃん、ロイドはお前、ジニアスがガキ。僕とロイドだけ適当だね。まあまあ。でリフィル様がゴージャスウルトラクールビューティー。嫌よそんなの。じゃあジョー様。あのね、もう少しまともなものはないの？先生は先生だろ。あ、そうか。先生ってのもいい響きだよな。魅惑の女教師か。もう勝手にしてちょうだい。じゃあリフィル先生でね。好きになさい。オゼット。オゼットがどうかしたのか？なんだか聞き覚えがあるような。コレットのことじゃないか？は？オゼットとコレットって似てないか？殴ることないだろう。こうしてみると、この二人なんだか似てないか？そうか？あんまり笑わないしよ。やっぱ女の子は笑わないとな。コレットは笑いたくても笑えないんだ。そんなこと言うな。だ、悪かったよ。熱いやつだね。
コレットちゃん本当に反応ねえな。こら、いたずらしてんじゃないだろうね。アホ、そんなことするか。あんたならやりかねないからね。俺様ならってどういう意味よ。あんた、前に私がシャワー浴びてるのを覗いてたじゃないか。それは未知なるものへの探求心ってやつよ。探求心が聞いて呆れるよ。にしても天使かか、俺様はこんなのごめんだぜ。コレットは元気になる。コレットは元気になる。ダメか。何やってんだ。なんでもないよ。ただコレットが正気になるようにって。そっか。早く元に戻るといいな。ああ、そうだな。先生たち無事だといいけど。グランテスアラブリッジは一部が跳ね橋になってるんだ。橋を上げられちまったらお手上げだよ。移動中の会話による移動速度の低下。おっと、その通りだ。急ごう。
け。絶対許さない。死に方だぜ。答えだろう。全部で思考は滅流線。神魔含めつ。足止めするつもりか。飛び越えるぞ。おいおいおい、無茶言うなよ。橋から落ちたら死んじまうぞ。ほっといたら先生たちも死ぬ。追跡します。未知の存在により着地損傷。シーナ呼び出せてよかった。あのジーニアス。そうだ、二人を助けないと。くっ、脱走してきた。俺たちの仲間を返せ。うるさい。後悔させてやる。その程度。早く帰りましょう。ロイド、みんな助けに来てくれたのね。当たり前だろう、仲間なんだから。でも僕たちハーフエルフな。それがどうした。ロイド、テセアラ組は私たちが合流していいの。私もミズホの民っていうちょっと毛色の変わった一族さ。正直全く平気ってわけでもない。俺様も天使の血を引くとか言われてるしね。ま、お互い様さ。私は帰りたいだけ。そう、分かった。そういえばどうしてシーナがここに。統領の命令だよ。
瑞穂の連中らしいな。王家に監視役が二人に増えたのか。でも私はあんたたちをどうこうしようなんてこれっぽっちもか。そんなことは分かっていてよ。この際何でもいいさ。シーナにボルトと契約してもらってベアバードの燃料を入れても。ボルト。シーナさん。いや。だったらレアバードを先に回収しないか。どの道ボルトの神殿はどうせ橋は封鎖されてんだから、レアバードを回収した方が。回収ったってどうやって運ぶんだよ。そこはこのゼロス様にお任せ。そんなこともあろうかと秘密兵器を用意した。何秘密。そいつは後のお楽しみ。またあのや。しかしリフィル様とガキンチョがハーフエルフだったとはな。なんだよ、お前まで差別するつもりか。そう言うけどな、生まれた時からこっちはそういう教育を受けてるんだぜ。ハーフエルフは愚かで野蛮で汚らわしい生き物だって。お前怒るなよ、一般論だよ。まだちょっとしか一緒にいないけど、俺たちと変わらないいいやつだってことはわかるぜ。ならいい。分かってても割り切れないのが差別ってやつの根本なんだよな。さあ、肩のら。うざいね。大丈夫。マクサイダスト思考滅流戦。三撃援護するわ。シャープネしたことなくてね。新発見だわ。ハッ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 。大したことなくてね。させるか。こがはざん。炸裂。カッテ。どう。チリサザメ。カッテ。炸裂。カッテ。チリ。まだまだいけるぜ。
ゼロス、どうやって運ぶんだ。ああ、とりあえずこっちか。まんまと罠にはまったな、愚か者が。愚か者だってよ、ゼロス君。俺さ、しょんぼり。お前たちはレアバードを運べ。はっ。今度こそ貴様をもらい。くそ。おや、ユアン様ではありませんか。な、あのおばさん、どこかで見たことが。それは私のセリフだ、プロネーマン。貴様たちディザイアンは。私はユグドラシル様の勅命にてコレットを追っておりました。よかろう。だが、巫女を渡す代わりにロイドは私が預かる。そやつに関しての命令は受けておりませんゆえ。コレット、行くな。無駄なことよの。心を失った巫女にお主らの言葉など届かん。なんと、クルシスの奇跡にこのような粗雑な要の門とは愚かじゃの。やめて。これはロイドが私にくれた誕生日のプレ。声が出た。コレット。あれ、みんな。バカな、あんな子供騙しの絡めのもんでクルシスの奇跡が抑えられるわけがない。へえ、やるじゃないのロイド。なんということか。しかし、所詮は粗悪品。長く話して。どうしよう、壊しちゃった。おお、やるなコレットちゃん。相変わらずね。悪夢がよみがえるよ、コレット。あのね、プレゼントありがとう。本当に嬉しかったんだけど、あの時はどうにもならなくて。いいよそんなの。二人とも、こしゃくな。覚悟をし。わらわをグローセ室に償ってもらおうぞ。新発見だわ。ぜライトニング爆砕弾フォトン、これが弱点ね。烈空弾行くぜ。今よ、旋風光波タハッテハッ。決まれ、クラウドエルタワードエルタシガーティン不祥事邪魔を決まれ。コガハザネットベー、クラウガン了解よ。ダークスフィア、フォースフィールド、タッテ、コガハザネットベー、タッテ、今助けられるな。レアリンブ、コガハザネットベー、天候。愚か者め、もらえちゃえ。リアクション、タッテ、コガハザネットベー、今助けます。ナース、了解よ。決まれ。ミラオガンの愚か者め。近寄るでない。クラウガよい。アジンケン。愚か者め。爆砕弾。今助けます。アジンケン。アジンケン。資源先行。ありがとうよ。愚か者め。決まれ。アイアマン。資源先行。今助けます。ナース、了解よ。ありがとう。てえ、コガハザン、死水先行。てえ、全部一瞬の前の強さ。止め。こんな下船な輩に。プレセアの斧は無敵だな。敵
停止。先を急ぎましょう。なんか冷たい。ちょうどいい。イワン、貴様ともここで決着をつけてやる。クラトス。貴様、何をしに来た。退け、ユアン。ユグドラシル様が呼んでいる。ミコを連れて行くのか。いや、一時捨ておく。そうか。ロイド、勝負は預けた。あいつも天使だったのかい。クソ、待て、ユアン。お前は何をしているのだ。何？わざわざ時空を飛び越え。それは巫女を助けてどうなる。結局二つの世界がマナを搾取し合う関係であることに変わり、ただ再生の儀式によって立場が逆転しただけだ。テセアラは衰退し始めてるのかい。まだこの世界からも救いの塔が見える。あれが存在する限り、ここはまだ繁栄時代にあるということだ。もっとも、巫女がマーテルの器となった暁にはテセアラも繁栄時代に別れを告げることになるだろう。クソ、どうにもならないのか。この歪んだ世界を作ったのはユグドラシルなんだろう。ユグドラシル様にとっては歪んでなどいない。どうにかしたければ自分で頭を使え。お前はもう間違えないのだろう。ああ、互いの世界のマナを吸収し合うなんて愚かな仕組みは俺が変えさせてやる。せいぜい頑張ることだな。思い出した、あのプロネーマってやつ、アスカード牧場の投影機に映って。じゃあディザイアンじゃないか。クラトスが邪魔しに来たし、やっぱりディザイアンとクルシスは同じ。ユアンもクルシスと関係がありそうね。ああ、混乱するな。要はあいつらまと。ええ、レネゲードに対しても油断は禁物ね。ねえ、コレット、声以外も元に戻った？ちゃんと感覚とかあるの？うん、大丈夫みたい。みんなありがとう。心配かけてごめんね。すごく久しぶりにお腹も空いてきた気がするし。そうか。羽はまだ出るみたいだけど。そうか。やっぱレットちゃんは笑ってると断然可愛い。おお、俺様のことちゃんと覚えててくれたんだな。よろし。さて、どうしましょうか。無理にシルバラントに帰れなくてもいいのだけれど。決まってる。二つの世界を同時に救う方法を探すんだ。うん、そうだね。シーナ、コレット、プレセアはいつまでも連れ回し。私、そういえばあのケイトってやつにプレセアちゃんを会わせない。でもグランテセアラブリッジはもう通れないんじゃないかしら。そうだね。メルトキオに私の仲間。でも僕たち反逆者なんでしょ。そいつは俺様に任せとけ。メルトキオは俺様のに。よし、頼むぜゼロス。オッケーオッケー、どんと頼まれちゃうぜ。さあ、俺様のハニーたち。コレット、どうしたの。ロイド、おかえり。うん、ただいま。Thank you.
プレセア。なんだかちょっと前までの私を見てるみたい。